思い出したくない記憶があります。数年前、友人と二人で泊まった旅行先のホテルでの話。お風呂で髪を洗ってると後方の入り口ドアが開いたらしく、スーッと冷たい風が入ってきました。私は友人が開けたのだと思って、何？と振り向きました。ドアは20センチぐらい開いていて、そこからニューッと人の姿が現れました。うつむいてるようで、髪がバサーッと前に垂れていて、顔は全然見えません。普通の人間ではないというのが一瞬でわかりました。なぜなら頭の位置がおかしいからです。普通にうつむいても顎が鎖骨に当たる程度しか首は曲がりませんよね。でもその人物は頭が肩より下、胸のあたりまで垂れ下がった状態だったのです。うなじが丸見えでした。私は頭の中が真っ白になって気が動転したのでしょうね。それに向かってシャワーをかけました。すると突然それはガタガタと肩でドアをこじ開けるようにしてバスルームに入ってこようとしたのです。ギャーって叫びましたよ、思いっきり。声にびっくりした友人が、どうしたの？とバスルームのドアを開けて入ってきました。その頭の垂れた人をすり抜けて、そこで私は生まれて初めて失神してしまいました。関係ないかもしれませんが、その霊をすり抜けてしまった友人はノイローゼ、理由はわかりませんからリストカットを繰り返し、とうとう一昨年他界しました。お葬式で彼女の死顔を見たとき、鮮明にあの時のことを思い出し、悲しみより恐怖に駆られたことを覚えています。考えすぎかもしれませんが、あの時私が叫ばなかったら、友人は今も何事もなく生きられていたのかもしれません。